全宇宙のグナの皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、お疲れ様です。いや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 、とりあえずね、大反省しましょう。俺はね、この試合はもうその風車の理論とか、もうそういう、まあ常にね、アーセナルプロレス面白いドラマプロレスやってますけど、この試合はすんなり勝とうよと。もうお腹いっぱいやから、そろそろレスター戦でお腹いっぱいやから、この試合はもうすんなり、もうドラマティックとかいいから、サクッと勝とう。5、6点取ってババババババッと、まあもちろんキーパーがラムちゃんだから5、6点無理だと思うけど、2、3点バババッと取って、あともう守り切って、もうそういう勝ち方しようよ。今日は横綱相撲的なやつで行こうって思ってたんですけど、どうしても公式的にはそれやりたくないらしくて、今日も完全なる風車の理論でしたね。相手にあえて主導権を握らせ、輝くところ、美味しいところを与え、そしてちょっと追い詰められる感じを演出し、きっちり勝ち切るっていう。いやいやいや、もうこれをもう DDT、 ドラマチックドリームチーム DDT と言わずして、なんと言うんですか、19位のチームにこれができるって合わせるだけですよ。しっかりね、ラムちゃんにも花持たして、そして勝ち切る。こんなことできるの合わせるだけだと思うわ。もう本当に本当にありがとうございます。試合巧者っぷりったらないよ。もうしっかり受けてあげるっていうね、大技一発受けてあげて、脳震盪ぐらいな感じ、ちょっとフラフラに なりながらも、そこからちょっと巻き返して、最後は一撃で決めるっていう。いや、いい試合でした本当に。まあ俺的にというか、このチャンネルをご覧いただいている皆さん的にいい試合でしたね。このちょっとアーセナルに毒されたカルト信者の方々にとってはめちゃめちゃいい試合だったと思うよ。いや、やっぱりね、一番は何人いてもいいよね。俺はそう思うよ。決めらんない、誰が一番とかさ、決めらんないですよ。ライアラムで大団円でした。本当そうでしたね。今日のドラマはそれでフィニッシュ。今日も寝落ちして幅さんのゴール見逃しました。大反省します。今日の大メインクライマックスかもしれませんよ、その幅さんの同点ゴールは。すごかったんだから。ゆいちゃんがさっき1点決められた時マジ焦ったっていう、そう、エミネーツが本当に文字通りのシーンとなりましたからね。そりゃそうですよね。あんだけ前がかりにさ、ガンガン行こうぜで行って、ワンチャンなんかドカウンター食らうみたいなさ、あれと一緒、井上尚弥のあの東京ドームと一緒っすよ。え、何が起きたのみたいな。井上尚弥の練り戦でしたね、東京ドーム。1ラウンドがポーンって食らってストーンってちょっと一瞬落ちて、えってなるやつ、あれでした。でもあれを見せることで、まあある意味ドラマ作りましたもんね。また今日もいいもん見せてもらいまして、毎回いいもん見せてもらってますけど、もうこういうの本当毎回こんなんじゃなくていいからな。俺本当に謙虚で言う、毎回これじゃなくていいです。サクッと勝つでいいですよ。たまに19位なんだからさ、やばい。でも19位相手にこれができるっていうのはやっぱアーセナルだと思うし、まあ難しいとこですけど、ほんとね、今シーズンはこういう、辛い試合勝ちきれるのでかい、マジででかい。 これが強さってやつですよね。多分ね、昔は多分1点取られてもうなんかガーッと終わってましたもんね。いけて幅さんのドローぐらいまでだったんじゃないですか。でまた引き分けかよみたいなさ、そんなんがずっとありましたよ。もう10年前とか15年前とかは菅原もいい動きしてたけど勝ったね。いや、菅原氏おっかなかったっすよね。めっちゃ速くなかったっすか。右サイドバックギュイーンって来てたの、あれ菅原氏じゃないの。なんかめちゃめちゃ速いやついたよね、右サイドバックに。右サイドバックつか右に、あれ誰ですか。めちゃめちゃおっかなかったんですけど、あのめっちゃ速かった子って18歳の子なんですか。右ウィングの子なんだ。めっちゃ速かったっすよね。で、ギュインしてたのは菅原くん。めちゃめちゃ怖かったさ、右。おっかなかったのはデューブリングくん。子供のことかしら。あれ怖かったっすね、やす子さんね。ありがとうございます。あれデューブリングくんっていうんですか。それが18歳の子なのね。後半やばいのあったじゃん、なんか。あのままサクッと切り裂かれる系のやつあったっしょ。富安、復活記念で。つうことでね、いや、ほんとそうなんですよ。予想通り、まあ、80分ぐらい。富安が途中交代。パーティーと交代して、まあ、入ったわけなんですけれど、ウェルカムバック、タケヒロ・トミヤスと。そして、スーパートムちゃんと歌わせていただきました。スーパー、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 
スーパートム、スーパー、スーパートム、スーパートミヤスー。ありがとうございました。Welcome back, Tommy。こっからですよ、こっから。この1週間、代表ウィークがあるんで、しっかりね、練習で勘を取り戻せるようにして、で、週明け、ボンマ戦、もしくはチャンピオンズリーグで、そこまでもし、ティンバーとか、まだ、ホワイトが戻ってきてなかったらワンチャンありますからね、ぜひちょっと調整しておいてほしいと思います。富安金髪にしたのその髪型なんなんって言われたからですか。なんかワンチャンあると思うな。もしくは験担ぎ。だって富安の金髪チームで一番金髪ですからね。マーチンがマックスか、その次ぐらいか。セインツ怖い、プレミアリーグ怖い、でも60ミリオンは無駄樹海しろって話。献身継ぐ献身、いや本当だよね。幅さんなんですけど、幅さん今日まあ幅さんちゃんと何回か出ましたけど、幅さんの謙虚ディフェンス、ボール拾いに行ってちゃんとが出るってなかなかないと思うよ。ある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 。よっしゃー、おい、だいたいゴールを決めてとか、なんかスーパープレーしてとかちゃんと歌われるタイミングってだいたいそういう時なんですけど、あの献身的なプレーでね歌われるって本当にもう完全に認められたっつうかさ、まあ認められてるんですけど、本当に幅さんなしじゃ生きられない体になってますよね。もうグーナーはそう、一番走ってんだから、みんな分かってんのよ。すごいよ、すごい。幅さんってね、アーセナルで一番給料もらってんすよ、サラリーもらってんすよ。でも一番仕事してんじゃん、誰にも有無を言わせないとか文句言わせねえみたいなさ、全然その価値あるよと。そう、謙虚ライオンの具現化やと思います僕。いやほんとすごい、俺は頭上がんねえわ、幅さんには。ありがとう。もう幅さんって僕はあの天才秀才系の何でも器用にこなせる人、その代わりまあやるときやるけどやらないときやりませんみたいな感じやと思ってたんですから、それがさ全てやりますに生まれ変わってるっていうのはさ、ちょっともう本当に常識を超えてますよ。だから今みんな幅さんの背中見て走ってるよね。本気出してくれてんだから、じゃあ俺たちもやんなきゃみたいな。通常みこしに担がれた選手はさ慢心してこうやっぱこう守備サボったりとかいろいろあるじゃない。でもそんなことないもん、一番全力だもの。いやだからこれですよね、チェルシーの時は身長高いけど競り合いそんなに強くないイメージだったのに、俺はねできるけどやらなかったんだと思いますよ僕は。もういっかこれぐらいでみたいな、 100% 出してなかったんだと思う。それがやっぱこうアルテタが引き出したんじゃないんですかね、君に頼みがあるみたいなさ、お前のポテンシャルはそんなもんじゃねえだろと。まず先頭に立ってもらいたい、みんなの見本になってもらいたい、多分そういう話し合いがあったと思うよ俺は。いやだってマジで一番走って一番守備して一番プレッシャーかけて、で今日はゴール決めるわけでしょ。幅さんを中盤に置かなくなった理由は分かりますねあれでね。そして必要だと言われていた前線一人取らなかった理由がこれですよね、俺たちには幅さんがいるっていう。アルテタのコメントで、幅さんから最高のパフォーマンスを引き出す秘訣は愛だよと言ってました。アルテタのコメントで、うん、まあ幅さんから、うん、最高のパフォーマンス秘訣はまあ愛ですよ、まあ愛だよな、愛じゃないか、うん、まあ愛だろうな、まあ愛だろうな、うん、愛が必要ですよ、うん、まあ愛だよ、まあ愛があるんだよ、うん、愛がありますよ、うん、愛があるんじゃないか、愛が必要じゃないか、うん、まあ愛ですよ、愛が切れてますよ。いやこれ本当に愛だよね、シンプルに愛ですよね。だからアーセナルに愛があったってことだと思いますよ、本当愛しかないと思う今のクラブ、今のチームにはね、本当にそう思うよ俺。最後ラムちゃんとラヤの抱擁にガチ涙、本当よかった。それ結局今日のファイナルそこですよ、ラムちゃんとライアーの物語ですからね。ほんとよかったね。それのお膳立てみたいなもんよ。あの 3-1 なんて。最終。なんかそんな気がします、僕は。ラムちゃん、アップ中に泣いてたらしい。マジか。マジっすか。そっか。そっか。そっか。頑張ってほしいな。頑張ってほしい。サワさんってなんでロンドン住んですか。いや簡単ですよ、アーセナルがあるからっす。以上いいですか、こんな答えで。これを求めてたでしょ。
まあでも実際、帰れなくなったのはアーセナルせいです。本当困っちゃってるんですよ。だからアーセナルなくなったら秒で帰ります日本。それ以外ここに住む理由なんて一つもないです。これはマジですね。はい、いやそうじゃなくて、あそうじゃないの？そうじゃなくて、なんでここに来たかってこと？いやそれアーセナルがあるからでしょ。と言いたいとこですが、っていう答えを待ってる人が多かったと思いますが、いや全くそんなことはなくて、あの普通にあれっす、シンプルに死ぬ時に後悔したくなかっただけっすね。ただそれだけっすね。一回ぐらい海外住んでもいっしょっていうノリで来ました。だって日本人ではありますが地球人でもあるわけですよ。だったら地球のどこ住んでもいいっしょみたいな、そのノリっすね。そしたらとんでもね、まあ宗教ですよね。宗教に足を踏み入れてしまったわけですよ。沼ったわけですよね。引きずり込まれたわけですよ。もうあり地獄みたいな宗教に、壺売ってきてくださいみたいなこと言われたわけよ。まあ壺買わされたんだな最初な。ほんといい加減してほしい。マジでほんといい加減したい。そろそろいい加減にしたい。僕も皆さんもいい加減してください。お、誰かが乗っているという、ほらガキレーダーが反応してますよ。ガキレーダーがパーリーらしいですよ。パーティーらしいですよ。パーティーらしいんだが、お、前線にも誰かがいるのかな。お、あれは誰だろう。誰？あれか、あれか。はい、フェイス。サカーサカー。あの子さ、ポーターだよね、ジャックポーターだよね。めっちゃ男前じゃない。で、運転してたのママだよね。サカが乗ってるっぽいよ。そう、伝説の16歳ですよ。伝説の16歳。あの、サカ乗ってるらしいんやけど、まあ絶対開けてくれませんよ。猿は誰のサイン持ってますか。10年前とか15年前ぐらいの選手はほとんど持ってたんちゃうかな。最近の選手はもらってないですね、僕ね。出待ちつうか出待ち活動やってないんで、志村さんももらったんちゃうかな。もらったような気がすんな。 K1 の選手は結構持ってたっすね。ピータースとか佐竹もあるな。モーリス・スミス、ポストあったかな。アダム・ワット、金太英、フグもあったかな。あとファンペルシーとかな。ファンペルシーはね、ファンペルシーが履いてた同じパンツにもらいましたね。同じデザインのパンツに。一時期ね、アーセナルで流行ってたパンツがあんのよ。それでこれ何、どこで売ってんのみたいなパンツ売ってるとこ聞いて、それ買ってきてそれにしてもらってましたよ。ジルーさんのヒゲとか持てないですか。あ、ジルーさんのヒゲは持てないですけど、ジルーと玉蹴りしたことありますね、一回。なんかあのプーマ様のイベントで。あの時俺動画とか撮ってなかったからな。動画やってたらよかったな、あの時からな。結構貴重な経験させてもらってんだよな。それこそチェフのキーパー講座みたいなの受けたりとか。そう、アグエロにシュート狙われてたやつも、ああいうイベントが何回かあって、そのうちの1回がジルーとチェフ参戦したやつでしたね。7万ジャケ着てたね、さっきね。7万ジャケね。でもあれ見たら、なんかこっち見たら6万9千なんぼってなってたぞ。あれ誰だ、あれ。おー、イーサン。おー、イーサン。
リズン、お、いや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 、はいはい、Thank you thank you。バレたバレたっつうか。ヌアネリの隣にセナさんのサッカークラブのコーチが乗ってた。バイ。そうズブズブやねん。ズブズブやねん。俺もどういう繋がりか分からへんけど。だからそこにメルティの息子ちゃんも来てんのよ。特別コーチ受けてるよそこで、ゴールキーパーの。サルさんのご子息が将来エミレーツのピッチに立ったら激アツですね。ない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 、あるわけないんですけど、セナさんが通ってるそのメルティ、さっきのねヌアネルの隣にコーチが行ったサッカースクールから、セナさんと同じ年代のやつでもう一人キレッキレのやつがいて、そいつは行きましたよアカデミーに。もうガキの頃がキレッキレ、あの本当守備もしない、とりあえず全力で攻めるっていう、ギュインギュイン前出てゴール決めてくるみたいなやつ。当時何歳だっけな、7歳とか6歳とか7歳ぐらいでそんな感じのやつがいて、お口の子で、そいつがねアーセナル街でプログラムでアカデミー紹介するやつに乗ってました。でもそれぐらいなんかこう飛び抜けてないと思う。一人異次元のガキでしたもんねあいつ。キキ君ね、キキ君、そうプロになる子っていわゆる天才、そうなんですよ、プロになる子は天才、一人握りの天才ですよ。その中、その天才の中、天才も天才しかなれないですから。だからそんなギュインギュイン行く子でもどこかの段階で頭打ちになるんですよ、揉まれて揉まれて。でヌアネリみたいのがいて、そこで頭打ちになって、うわ上には上がいたかっつって、そうなると何かもっとさらに持ってないとダメですよね。 IQ とかさ、尋常じゃないスピードとかね。そう今プレミアいる人なんてバケモンですよ。だから菅原くんとか本当バケモンやと思いますよ。バケモンの一人ですよ。あ、私も中学の県選抜で諦めました。すごいじゃん。いや県選抜まで行ったらすごいじゃないですか。でもやっぱりどんどんこうふるいにかけられてきますよね、上には上がいてね。だって J リーグのやつだってめちゃめちゃうまいんですよ。 J リーグでバケモンみたいな人でさえも海外では通用しなかったりするわけじゃないですか。ふるいにかけられるとこまで行くのに大変ってことですよね。強心臓で上り詰めたケースケオンだ、あれすごいよな。いやだからメンタルもいかに大事かっていうことですよね。だと思いますよ。最終メンタルだと思ってますか僕。フィジカルで頭打ちになった時に最終メンタル、信じられるのはもう自分だけっていう。今日みたいな展開で1点取られてね、諦めるか諦めないかっていう、まあ諦めない、その今風が吹いてますけどアーセナルには。昔のアーセナルだったらさ、ちょっとなかなか厳しいもあったじゃないですか、行って追いつくところで打ち止めみたいなさ。でも今はいや勝ち切ろうぜっていう空気流れてるでしょ。これもメンタルだと思いますよ僕は。それメリーノ言ってたよね、この前あのメリーノのインタビューで、アーセナルの練習っていうのはもう特殊なんだと、俺も経験したことないことやってると。そのフィジカルももちろんなんですだが、そのメンタル的な部分でも一瞬一瞬気が抜けない練習をしていると。あ本当にやってんだと思ってさ、ちょっと嬉しかったなりましたけど。ハーフラインからミドル決めるやつとか 50m 5.2 秒のやつとか心折られました。心折れるよな。心折られるよな。本当にあのカンドリ忍部対ジャッキー佐藤の試合みたいなもんですよね。心折られるやつですよ。小学校の時セルジオ越後のサッカースクール行きましたが、セルジオは負けず嫌いらしく大人げなくボコボコにされました。その映像あるよ YouTube に。まあそれ高橋さんのやつじゃないと思いますけど、セルジオサッカースクールでセルジオがなんか出てきて一人でガンガン抜いてくるやつ。ガキ相手にそれぐらいプロってこれぐらいすごいんだっていうのを見せつけなきゃダメなんだって言ってた。うん、これダメね、見せつけなきゃダメねって言ってたような気がする。